敵が正面から来た場合にはこちらは相手を挟み込むように軍を動かす。ここから効率よく相手を倒すためにはどうすればいいか。いや、そんなことないよ。なんだか一緒にいるといい考えが浮かんでくる気がするし。いけない、彼女そっちのけで考えてた。ちょっと休憩がてら話でもしようかな。今新しい秘策を考えてるんだけどさ、この作戦を見てどう思う？そうだったね。せっかくの機会だし今ここで教えてあげるよ。それはもとより軍の動かし方からかな。一つずつ順番に教えていくよ。よーし、なら最初は。とまあこんな感じで臨機応変に軍を動かしていくわけだ。そう、俺の凄さ少しは分かってくれたかな。まあ戦に絶対はないからどの作戦も確実とは言えないけどね。そう、絶対がないからこそ戦に勝つために常に努力し続けないと。俺はまだまだ弱いし戦の経験も少ない。でもそんな俺にもついてきてくれる仲間がいる。そのためにも。え？どうかした？ああ、ちょっと考えすぎて眠くなっちゃったみたい。余計な心配をさせたかな。ダメだな。こいつの前ではいつも明るい顔でいたいのに。お、なになに？いい作戦でも思いついちゃった？そう？まあ期待してくれるのは嬉しいけどさ。なんだ、いつもと感じが違う。何か確信があって言ってるみたいな。え？どうして？どうして俺の欲しい言葉がわかるの？誰にも言わなくていい、理解されなくてもいい、そう思ってきたのに。だけどあんたはそんな俺の気持ちをすぐに見抜いてくる。そっか、こいつの前では道化になりきれてなかったんだな。そう、あんたが強く抱きしめてくるから俺もそれに応えてあげたんだけど。おっと残念、このまま出陣前のケーキ漬けをお願いしようと思ったんだけど。聞いてくれるの？いやー積極的だな。ね、唇が欲しいなって。もう、分かってるくせに。いいよね。何言ってるのさ。俺をこうさせたのは、あんたなんだからね。さ、目を閉じて。そのまま動かないで。唇だけじゃない。あんたのすべては、もう、俺だけのものだ。